い、ということですね、まあ、今の季節、はい、出会いと別れの季節じゃないかなと僕なんか思うんですよ。3月も中旬になりましたよね。そうですね、そうですね、出会いと別れ、長谷川さんも今日めでたくこの番組を、いや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 、何をおっしゃってるんですか。拍手じゃないよ。僕がまだ出ないですから、この番組卒業しないですよ。今その振りでしょ。違いますよ。出会いと別れの季節だからって、いやいや、僕は次のステージに行きますってあれでしょ。いやいや違いますよ、僕がいますからここに。今日は出会いと別れの話をしようかと思いましたね。はい、はい、僕は小学校1年生から2年生になる時にちょっと小学校転校したんですよ。なんか問題起こしてる。いや問題起こしてないです。親の仕事の関係でね、親が問題起こしたわけではない、はい、先生漫才やってるわけじゃないですから、我々はと言えばか、はい、センターマイクで、はい、本当にね、面白い、いやいや、転校したんですけど、はい、その時にですね、その自己紹介、やっぱこうね、学校のクラスのみんなにするじゃないですか、はいはいはい、その時に、うん、長谷川雅紀ですってね、普通に自分の名前を言ったら、うんうん、クラス一斉が笑ったんですよ。僕は最初のその爆笑ですよ。はいはいはい。ね、なんでなんでだと思うじゃないですか。うん。で、これ後から聞いた話なんですけど、うん、クラスに同じ長谷川っていう名字の人がいたからっていう理由なんですよ。小学生らしい。長谷川陽一っていうクラスの人がいたから、だから爆笑されて、僕何のこっちゃ分かんないから。もう本当不安だよね。そうですよ。なんで笑われてんだろうって、ね、そう、うん、さらにですよ、うん、さらにその担任の先生がちょっと変わった先生で、うん、安倍先生って言ったんですけど、はい、その前の学校も校歌を歌ってくれって言われたんですよ、うん、すごいリクエストだよね。すごくないですか。それ僕一人でですよ、一人でそのクラス40人ぐらいいたんですけど、うん、その前で一人で校歌を歌ったんですよ、うん、一人で校歌を歌ったことありますか。あれ団体で集団で歌うもんでしょ。だよね。確かに。しかも歌い終わった後にね、拍手があるわけでもなく、それでしらーっとしてます。しらーっとしてますよ。それはそうですよ。聞いた方も初めて聞く、よその学校の校歌聞かされて、だってなんじゃそりゃですよ。だってさ、生徒はまあね、無理やり聞かされてる感があるけどさ、うん、先生がリクエストしたわけですよ。そうですよ。で、先生は何のリアクションもないの。そう、先生もありがとうとか拍手とかなんないの。もうないですよ。あ、じゃあ席ついて。そんな仕打ちある。それさ、嫌われたよ、きっと。いじめだ、いじめ。本当ですよ、今考えたら、ね、そう、まあ、そんなことがあったっていうね、出会いの話ですけど。出会いですね、それは、ね、先生もそういったね、出会いの話ありますか。出会いね、あのね、別れでもいいですけど、別れでもね、はいはいはい、春ですから。春だよね。まあ、まあ、私大学行ったんですけども、ね、うん、で、入学式があったわけですよ。で、まあ、高校まで自宅からもちろん通っていて、うん、大学入ってまあ下宿をしたと、うん、で一人暮らしを始めたわけです。初の、うん、で一人暮らしをして、うん、でまあ、入学式も行かにはいかんと、うん、で何日の何時ここだよと、でまあ、分かってるつもりいたんだけども、うん、初めてのまあ場所でね、うん、で迷ったんですよ、行く途中に、うん、でなんかうろうろしていて、でっかい体育館でやりますよと、はい、大学の中ではなくって、うん、市のなんかそのこうなんかホールみたいなところでやったわけですよ。で、そこだと、はい、でね、着いた頃にはもう始まっちゃってたのね、うん、あら。それで大学なのにさ、うん、父兄もいるんだよね。なんかちょっとね、どうかなと思うんだけどもさ、うん、まあ、要はその学生さんたちはもちろんこういるじゃない、うん、でその上のこうなんだろう、観覧席みたいなところに父兄は行くようになってるわけ、うん、それで俺遅刻してたもんだから、はい、すいませんって言ってこう入ろうと思ったら、うん、下のホールはもう入っちゃダメって言われて、うん、俺父兄の席に回されたから本当に大学生活しょっぱなからこうやって上からさ、うん、学生諸君頑張れよって思いながらさ、いや、あんたもだよ、あんたもだよ、あんただよ、本当にさ、もうしょっぱなからこれだよと思ってさ、それがね、スタートだったああ、そんな春の思い出が、春のもう出会いというか、なんというか、本当にね、今日なんか2人ともしょっぱなで、ほら、出花くじかれる話だよね。本当に、面白いですね。もう入っちゃダメって言われたの。なんかもう式次第が始まってるので、うん、入れらんないって言われて、どうすんだよって言ったら上行けって言われてさ。それはあれじゃないですか、先生がもう学生に見えなかったら、もう親に見えたからあっち行ってくれって言ったんですよ。とまあ、あながち否定はしませんが、まあまあまあ、なるほどね、まあ、お互い入りますね。傷つくってね。本当に皆さん気をつけてください。ハードですよ。遅刻しない方がいいですよ。そうですよ。不景席に回されますから。
なるほどね。まあそんなお話の、はい、ということでございます。はい、ありがとうございました。また明日も見てください。はい。